皆さんこんにちは。アクアハウスチャンネルマサでございます。今ですね、卵がいっぱいありましたけれども、実はこれ小笠原ヤモリというヤモリのですね、この卵なんですね。もうこのケージの中、プラケースの中にですね、卵が至る所にあります。で、正直このヤモリ単位生殖というね、メスだけしかいないヤモリなんですが、バンバンうまくいくと増えますので、ちょっとあんまり大事にしなかったら最近ちょっと減ってきちゃったんですけど、また卵がいっぱい取れましたので、でちょっともうちょっとね、大事に育てなきゃいけないなと思うんですけど、生まれた子が親に食べられちゃったりとかしてますので、ちょっとね、あと入り口がちょっと生まれた子には出てしまう可能性があるので、ちょっとこの辺も注意しながら飼育していきたいなと思います。ちょろちょろしてるので、結構何て言うんでしょう、手入れが難しくてですね、糞だらけになりやすいので、ちょっとそこは困ったなと思うんですけども、しかもこの蓋とかにですね卵を見つけてまして、簡単に掃除ができないんですよね。ただですね、これお子さんなんかのその研究なんでしょうね、自由研究とかとてもいいんじゃないかなって思うんです。で、小笠原ヤモリという名前がついてますが、結構世界中に生息して、亜熱帯の気候であればどこでも生きられる。あと生殖、この繁殖がものすごいので、結構ですね、増える時は爆発的に増えると思うんですね。で、ペットショップというか、爬虫類専門店なんかでは販売されてますけれども、大体6000円ぐらいかな、5、6000円で、すごく安いわけでもないんですよね。で、なかなか顔も可愛らしくて、日本ヤモリにすごく似てますね。で、この驚異の生態というのがですね、やっぱり魅力的かなと思います。もうちょっと環境を整えて綺麗に飼育できたらいいなと思いますけれどもね。ちょっとね、この卵がこんなにあるよというのをお見せしたくてですね、今日はこういう動画を撮ってみました。正直見た目は綺麗に見えないですけど、すごく環境はいいんだと思いますね。温度、湿度、全ていいんだと思います。見たところ卵ものすごい数ありますので、なんとかね、半分、3分の1でもね、うまく育ててあげたいなというふうに思いますけどもね。これからもアクアハウスチャンネルいろいろ生き物を飼育してますので、ぜひいろいろお見せしたいと思いますので、またこれからもよろしくお願いします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今日の動画の最後に出てきますけれども、クレンベリーヒルヤモリ、こういった他のヤモリも飼育してまして、この辺も美しいヤモリなので、なんとかですね、繁殖まで持っていきたいなと思います。まだね、1匹しか持ってませんけどもね、もともとペアで飼ってたんですけども、1匹ちょっと失敗しましてね、なんとかまた連れ合いを探したいなと思います。では今日はこの辺で、またアクアハウスチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。